こんにちは。時計メガネアクセサリーのリコードでございます。今日はですね、三国志の関東の戦いについてちょっと論じたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。関東の戦いってあれですね、袁紹軍と曹操の、戦いなんですけど、袁紹軍は圧倒的に10万の、軍勢ですね。で、曹操の場合は4万なんですよ。もう倍、半分以下の軍勢で、いかにあれですね、弱者の、戦法というか、私たちの、こういう、個人事業とか、こう小さい、経営者の戦い方っていうのも一つ参考になるというか、ある意味じゃ奇襲的なそういう奇襲戦とかゲリラ戦法っていうのがあるよね。そういうので袁紹軍を破ったということなんですが、割と袁紹の場合はね、名家の出身で各地の豪族とかにもね支持を得てたという、それでこう勢力を拡大して、そういう人徳もあったんでしょうかね。ただその最終的にリーダーシップに欠けたとか、いろんなそういう執念ですよね。その曹操の執念に負けたっていうか、そういうあれですよね。曹操の場合はその優れた軍師がいてですね、その数の不利を、軍勢の不利をそういう、カバーする、そういう私たちはやっぱりあるんですよね。そういうね、こういう小さいながらのまた弱者のこう戦法というか、その法則というかね、やり方がやっぱりどっかどっかあると思うんですよね。それをなんとかですね、試行錯誤しながら、これから頑張っていきたいと思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。